企画コーナー、またい TV 公開収録。普段ですね、そのさっきもちょっと話題出ましたけども、YouTube でですね、わたえチャンネルというのをやってまして、そちらの中でですね、わたえ TV というのを毎週1回上げております。今日はですね、こう、まあ、初めての試みとしてお客さんの前で公開収録という形で、わたえ TV をやっていったらなと思います。まあ、桜木由衣です。はい、ピンクル担当花村里乃です。緑のアスカです。8号です。よろしくお願いします。今回の企画なんですけども、早押しクイズ。クイズの簡単です。はい、今もここに早押しボタンがあるんですけども、私が何問かご用意してきました。ジャンルはもう本当オールジャンルです。もういろんなジャンルの問題を考えてきましたので、皆さんちょっと後ろの方に立っていただいて、分かった方は前に出ていただいて、ピンポンと押せば来ますので、押してからマイクで回答していただく。一番多く答えられた人には豪華商品を。はい、今持っておりませんが、持ってないんですか。確かに買おうよ。だからこう誰が優勝したかで、ね、景品をねこう選ぼうかなと。ディズニー。わかりました。アスカさんがディズニーと書いた紙を、メンバーディズニー、ディズニーと書いた紙をプレゼントしたいと思います。もう本当簡単な問題しか用意してませんのでね。それでは第1問、はい、今年の干支は何？アスカ、牛。牛、正解。いやいや、今あれですよ、お客さんだからさ、みんな同じだと思ってますけど、波乱のスタートじゃないですか。多分ダントツ最下位だと思ってたアスカ。続いて第2問、現在の総理大臣は誰でしょう。あ、違う。誰は？フルネームだよ。アスカ。安倍晋三。残念。違います。菅義偉で。正解。すごい。さすが大学生。まあ。どうですか？こっち2人参加してますよ。第3問、愛知県の県庁所在地は名古屋市ですが、三重県の県庁所在地は。はい、来たデスクかな。え、いくよ。津市ですが。岐阜県の県庁所在地はどこ。ういちゃん。岐阜県です。岐阜ですよね。三。大垣、あ、じゃあ大垣。ういちゃん、頑張れ。大垣。残念。聞いた。多治見。残念。どっち。あすか。岐阜市。正解。ちょっとスポーツも行きましょうか。大盛り上がりで終了した東京オリンピックでは、金メダルを獲得したウルフ・アロン選手は何のスポーツの選手でしょう。え、知らないけど。リオチ。知らないけど、砲丸投げ。砲丸投げ、残念。めっちゃぽいのに。確かに。アスカ。スケボー、残念。違う。ほんとメジャーな。水泳、違う、残念。ういちゃん、陸上、残念。もっとメジャーです。え、柔道、正解。そんな芸人やったの。見てないから。何ポイント？2、0、0、0。
続いて問題、はい、A から Z といえばアルファベットですが、では A から K といえば何？え、パスカ、トランプ。トランプ正解。すごいじゃん。AKB ちょっと簡単なやついきましょうかね。ですよ、はい、十分簡単です。十分簡単ですよね。そうなんです。こっち2人にもうちょっと参加してもらおうかなと思ってます。問題でで、今何問目？1、2、3、4、5、6。ういちゃん6、正解。よくありますよね、こういう問題ね。どんどんいきましょう。続いて第7問、源氏物語の作者は誰でしょう？でも、ういちゃん、紫式部、正解。今ポイント整理しましょうか。3、2、2、0ですね。ういちゃん、2ですね。今一人ぼっちですよ。やっぱ渡愛は一番キーターで持ってると思います。ちょっと渡愛の問題を出したいと思います。渡愛 TV の前に渡愛ラジオというものをずっとやっていましたが、渡愛ラジオの一番最初のテーマは何だったでしょう？はい、キーター、もしも100万円手に入ったら。正解。さすが、ちゃんと答えましたね。ちょっとあの他の3人気になるんですけど、大丈夫ですか？覚えちゃった？覚えてない。じゃああと問題2問だけいきたいと思います、はい、お笑いの問題です。去年の M1 チャンピオンは誰でしょう？アスカ。マジカルラブリー。マジカルラブリー正解。アスカ笑い強いかな。アスカ強いっすね。アスカがやり強い。やった。じゃあ次最終問題ですが、もう一回ポイントを確認しましょうか。え、ダントツやん。イエーイ。最後の問題5点欲しい。どうします？今までの何だったの？逆転チャンス。逆転チャンス。じゃあ、代表してキータがモノマネなんかやってくれたら予定しますけど、どうします？何？はい、何か鼻で割り箸。鼻で割り箸オール8号さんのモノマネ。これはキーさんのモノマネまで3、2、1。これは竹やからなんか言わへんな。なんやねん、7の割り箸は竹の割り箸だから折れへんねん。こんなこと言わへんな。ファニマの割り箸、ファニマの割り箸で折ってみる。まさかの折る前のセリフを言うモノマネってことですか？みんな多分折るところ期待してたんですけど、まあでも面白かったらよしとしましょう。最終問題いきたいと思います。最終問題も、渡辺に関する問題です。いきたいと思います。8号と渡辺 P がメンバーに対して申し訳ないなと思っていることが一つあります。それは何でしょう？ウイちゃん、交通費。正解だもんね。正解だもん。正解だもん。ちょっと違う角度から正解だ。申し訳ないと思っていません。残念。YouTube に関係することですかね。え、今正解だと思ったんで。あっ、アスカ遅い。 YouTube を撮ってから出るスピードが遅いこと。違います。はい、聞いた。未公開の YouTube が結構体張っとるから、それをお蔵入りにしてしまったこと。してません。違います。ミノチとウイちゃんに関係することですかね。絶対分からんよね。むしろミノチ
爆弾した。ええ何やろ、ここに来て何やろ。え、なんかヒント、ヒントは YouTube の YouTube の初期の方ですかね。え、何かやりましたよね、誕生日企画。誕生日企画、はい、え、誕生日企画でクイズ。4月に撮った YouTube の誕生日企画のプレゼントをまだ渡していないっていうことですね。では、まあ、ふいちゃんが教えてくれて、ふいちゃんが教えてくれたんです。いやー、誕生日は3月です。あ、そう、3月です。誕生日行った、で、忘れてた。忘れたってことは、そのままなしにするのも良かったってことですかね。あれ、おい、ふいちゃんもずっと覚えてます。ふいちゃんはずっと覚えてます。死ぬでもない。寝に戻ってたということで、それでは最後、得点をおさらいしましょうか。アシカ、なんて10点、はい、あの嘘ついたら失格です。やばいやばい、負けてるから。え、なんて失格です。プラス5です。7 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 7
水族館に行きたいですね。あの、アザラシを見たいんで。あ、なんか似てた時ね。アザラシ見たいんですよ。あ、じゃあ、水族館の前までの交通費をお渡ししたいと思います。以上、早押しクイズでした。はい、このチャンネルが良かったなって思ってた方はチャンネル登録、そして高評価、もしよかったらコメントとシェアの方もよろしくお願いします。以上、私たちは、せーの、私たちはアイドルであるでした。